だったのが、またそれが変わってきている今36歳になったところ。さあいよいよ最終第3ラウンド、所秀夫対ウィル・カンプザーノです。 VTJ サード 10.5、 ここは大田区総合体育館。そのファーストコンタクト、意外と静かに見えるカンプザーノ、いつ出るか。ゆっくりゆっくりのしのしきます。まあ、カンプザーノのパンチの強さ、その肩の筋肉の盛り上がりからも感じる短い距離だった。あの右がカンプザーノ強いんですよね。あの右のかぶせるようなパンチと、あと結構アッパーとかボディもどんどん打ってくるんで、カンプザーノ疲れているか、いやそれともまだこうあえてなのか。プレッシャーの距離はカンプザーノがかなりじじとかけてきましたね。コレギ選手どうですか。そうですね、左さあ左がベッドランカーのところもらった、もらった、2つもらった、これを取るハンキック。どうですか、ホレギさん効いてますかね。膝持っていく、これも効いてる、ハンキック。さあもうピンチ、しかし踏みつけばまだまだ助かる。いや上になった、カンプザーノ肘入れ替わる、これだと思う。回転停止から三角、またやり過ごす、サイドを取る、おー、ここはしっかり押さえて、一回落ち着いてもいいんじゃないですか。ここのコールだ、大田区総合体育館。いや、まあ、一瞬マウント取られ、打撃もらってマウント取られましたけど、やっぱり結果動いて、有利なポジションでこう抑える、ここで一回落ち着くっていうのがやっぱり MMA 大事ですからね。後方が続いているうちは、まあ、有利ないですから。堀口選手、引かされた後でしたよね。そうですね、ただ抑え続けてるだけではなく、やっぱりもう少し所選手の方も削りたいですね。またスタンド戻った時にああいう動き、カンプザーノおそらくまだ勢いあると思うんで、はい。まあ、ところがその果たしてパンチの打撃のダメージがどれほどあるか。お、下からブリッジで暴れるところ、サイドにつく、サイドチョークか、さあチョークに入るかどうか。いやいや、まだリストは握られています、まだ首までは回っていません。あの、そうですね、はい、所選手としてはしっかりバックキープして、カンプザーノがもしこれで向き直ってインサイドになると危ないですからね。まさにそれ、いやいや、所もついてきている、下から、ああトップを取りましたカンプザーノ。最終第3ラウンド、まだイーブンじゃないですか、ここまでの展開は。残りが2分20秒手元の時計。おお、さあまた上になった、止まらない、回転系。まあ、やっぱある意味カンプザーノがこうそこまでこうトップ立つとか、あのスタンド戻すのにこだわってないタイプだから、ちょっと助かってますね、ここは。下から肘、もう一つ、これ右の肘を嫌って、ところが逆側に首を持っていっています、頭を。ところコールがまた始まった。あの、これ効きますよ、多分あんまり食らってると。カットだけじゃなくて、はい、ダメージが一本またいで、カンプザーノが今手を組んでバック、もしくは三角になってるんですよね、これで。さあ、ところ足の先持ってます、うわー、ここでフック、潰される、動けるか、回転する、またバックに回る、でもリストは取っています。ここで止まるか動くかですよ。さあ、また回転した、もう一つ戻る、うお、入れ替わった、もうルービックキューブやってるみたいな状況ですね。まあ、足関節取りに行って、まあ、失敗しましたけど、まあ、結果インサイドで収まってるんで、はい、まだあのいいですね。これでも時間との戦い、もう1分切りましたね、はい、残り。ただ所選手としては、もう少し、殴るかダメージ与えたいですよね。キャッチに近いものとかも欲しいですかね、はい。やはり時間を考えるとここからパウンドか。堀口選手もう少しこうやっぱりアピールしたいですよね。そうですね、首を取るカンプザーノ。残りが間もなく手元の時計30秒になります。アメリカ的なジャッジで見ればトップキープ長い方が圧倒的に有利ですけど、足か、打撃打とうかというところです。残り時間が少なくなっています。まあ、ここから先はなかなか展開が難しいところ。残り10秒、
自分で回転足を取りに行く、まだ取りに行く、ヒールクロスヒールか、いや外れた、おまたイブロック。さあ両手を上げたのがところです。堀口選手ノンストップでしたね。そうですね、いい試合でしたね。まあ、中村さん、まあ、こうなったら本当にジャッジに委ねるしかないんですけど、はい、そうですね、まあ、でもそのトップキープとポジショニングという意味では所選手が、うん、有利だったのかなと思いますね、はい。まあ、結構所選手はこういったゲームで有利になるというのはちょっと意外だったんじゃないですか。もっと1本とかそういうのを取りに行くようなタイプだったと思うんで、うん、はい。まあ、自身の、ね、主催のジムの会長でもあるので、はい、今会長って会場から声を取りました。試合の判定の結果をお伝えします。さあ判定聞きましょう。ジャッジ磯野29対28、カンプザーノ。ジャッジ豊永29対28、トコロ。ジャッジ中井29対28、カンプザーノ。ただいまの試合判定2対1でカンプザーノ選手の勝利となります。カンプザーノ のスプリットでところを下したのが画面のカンプザーノ、ウィル・カンプザーノはまだ27歳。いやもう見事なスタミナでしたね。 Congratulations. That was some incredible stamina. I thought I underperformed, but it is what it is. いやなんか大して今日はあんまり元気なかったと思いましたけど、まあ頑張りました。いやしかし接戦でしたね。 That was probably one of the most exciting matches many of these people have ever seen. Hideo Tokoro.Man, he's one tough SOB. Tokoro 選手、すごいタフで手強い相手でした。Is there anything you would like to say to Mr. Tokoro or probably some new fans that you have here today? Tokoro 選手、あるいは、会場の皆さんにお伝えすることはありますでしょうか? I usually run over everyone and I learned a lot from myself and I got Hideo Tokoro to thank for the rest of my life for it.いやもう今日の試合でファイターとして私もとても成長できました。所選手本当にありがとうございましたとのことでした。勝利者のウィル・カンプザーノ様でした。 Congratulations!